次は戦国時代の日本。人の命が虫けらのように扱われ、死と隣り合わせの時代。栄華も一夜にして失われ、儚く先が見えない時代だ。私は清原糸と申します。私は細川玉様、後の細川ガラシャ様に侍女として20年余りずっとおそばでお仕えいたしました。玉様は夫の細川忠興様と二人のお子様と京都丹後の宮津のお城で幸せに暮らしておられました。ところが父上である明智光秀様が主君の織田信長様に対して本能寺で謀反を起こしたため、玉様は一夜にして謀反人の娘となられました。夫の忠興様は急遽、表向きは離縁という形で御殿という人里離れた山奥に玉様を幽閉することにしました。御殿に着いて間もなく、玉様のご実家の明智家の一族はご自分以外は皆亡くなられたという知らせに、玉様はひどく打ちひしがれておられました。特にお父上がご自分の嫁ぎ先の細川家に助けを求められた時に見殺しにして助けることができなかったことが両親の呵責となって、後々までも玉様を苦しめることになりました。また玉様はこの御殿でずっと幽閉されたままで終わるかもしれないという不安もあり、先が全く見えませんでした。しかしこの時、第三子となられる方を身ごもっておられました。この子のためにも私は生きていかなければならぬ、こう心に言い聞かせながら、玉様は忠興様の愛情にすがり、お腹の中にいるお子様と残してきたお子様たちのことに思いを馳せておられました。私には私を待っている家族がいる。それが玉様にとって唯一の心の拠り所となっておられました。およそ2年がたって、突然豊臣秀吉様から復縁のお許しが出、夫の忠興様から急ぎの文が届きました。玉、思いもかけずお許しが出た。直ちに大阪の屋敷に戻るように。待ちに待ったご家族のもとに帰れるという希望を胸に、玉様は大阪の屋敷に戻られました。しかしその時に待っていたのはあまりにもおつらい現実でした。忠興様は玉様の幽閉中に側室を作り、側室との間に子供までいたのです。一方、玉様がずっと会いたかった二人のお子様たちは、2年の間に玉様のことをすっかり忘れてしまい、乳母の方にとても懐いていました。玉様はご自分の家族でさえもはや自分を支えてくれる希望ではないと思い知らされました。それからはまるで魂の抜け殻のようになられました。さらに追い打ちをかけるようなことがありました。忠興様は玉様を屋敷に閉じ込めて監視させ、外出できないようにと護衛をつけたのです。こうして玉様は全く自由がなくなりました。お二人の間には言い争いが絶えませんでした。この頃から玉様はお子様方のお顔を見ることもできないくらいに鬱になっていかれました。何のために私は生きているのだろう。玉様にとって生きる希望も目的も見出せないうつろな日々が続きました。しばらくして忠興様の大の親友キリシタン大名の高山右近様が
しばしば屋敷に遊びに来られるようになりました。右近様はいつもイエス・キリストの十字架による完全な罪の許しと救い、天国への希望を話されたようで、忠興様も玉様にその話をされるようになりました。その時だけは玉様はこぼれるような笑顔で、喜んで話を聞いておられました。以前から玉様は私がキリシタンであることを知っておられたので、キリシタンの教えをとても熱心に私に聞くようになられました。外出がおできにならない玉様は、代わりに私たち次女を大阪にあった教会に行かせて報告を聞かれました。玉様は教会に行きたいと切望するようになられました。そんな玉様にまたとない機会が訪れました。忠興様が秀吉様の九州征伐に出陣し、屋敷を留守にされたのです。玉様は決死の覚悟で屋敷を抜け出し、教会に行かれました。その日はイースター、復活祭のお祝いの日でした。玉様は教会で一つ一つ疑問が晴れて、ここに救いがある。救いはキリシタンの教えにあるとはっきりと確信されました。そこで玉様はその場で洗礼を望まれました。どうか今日この私に洗礼を授けてください。しかし玉様はご自分の身分を隠しておられたこともあり、その時は洗礼は叶えられませんでした。洗礼を切望しておられるのに外出がおできにならない玉様に、神父様は特例として私清原糸を通しての洗礼を認めてくださいました。こうして玉様は屋敷の中で洗礼を受けられることになりました。我汝に父なる神様、子なるイエス・キリスト様、聖霊なる神様のお名前によって洗礼を授く。イエス様、本当にありがとうございます。私はこの上もなく幸せでございます。キリシタンになる決心をされてから、周りの人たちも驚くほどに全く別人のように変わられました。関ヶ原の戦いの直前、忠興様が遠征中に、敵の石田三成はガラシャ様を人質にしようとしました。しかしガラシャ様は、忠興様と細川家の人々を守るために、それを断固拒否し、私たちを逃がし、ご自分は犠牲となられ、天国へ旅立たれました。細川忠興は、ガラシャの1周年の追悼ミサをオルガンティーノ神父に頼み、1601年大阪の教会に忠興と1000名を超える家臣を参列した。日本人修道士がキリストの名前によって死ぬ者は幸いであると主題に説教し、忠興と家臣たちは痛く感動して涙をこらえることができず、ただ泣くだけであった。私のことについては神父様がご存知のことか、キリシタンになりましたのは人に説得されてのことではなく、ただ全能の神様のお恵みにより、私自らがそれを見出したことであります。たとえ天が地に落ち草木が枯れ果てても、私が神様から得た信仰は決して変わることはありません。